美味しい料理さえ出してればうまくいくはずだと思っちゃう。美味しくなくても繁盛してる店があるってことは、そうじゃないところの方が重要。最近飲食店ビジネスの人みたいになってます。だから厨房立ってると見えてくるものがあるんですよ。和牛マフィアなんかまさにそうで、多分すごい同業他社からはキーな目で見られている。たまに陰口も叩かれてる。叩かれてます。元 IT 社長が遊びで肉磨きをしてるみたい。うちら IT 業界の二人が作った店だから、なんかその辺割とドライで、なんかいろんなこと試したんですよ。イノベーティブ料理とかもやったんだけど、はいはい、結局そういうのってリピートもしないし、1回はおーってなるんだけど、うん、2回目3回目のリピートに繋がらないですよね、うん、なんか凝ったこう綺麗になった、なんか花びらみたいになってますみたいなとかも、うん、1回は行くけど、うん、2回目行くかな。だからそれだったら、だから結局和牛マフィアで出してる料理って餃子とかカレーとか牛丼とかカツサンとか、はい、何ヶ月かに1回絶対食いたくなるみたいなもので全部構成していて、たまになんか特別なメニュー出すとか新メニューが出る。飲食店を経営する人っていうか飲食店開く人って料理が好きな人が多いんですよね。料理の技術があって、俺は美味しい料理が作れると思って飲食店開くから、美味しい料理さえ出してればうまくいくはずだと思っちゃって、幻想なんですけど、でも確かに料理屋さんを開く人はほとんどそういう人ですよね。てかむしろ美味しくなくても繁盛してる店があるってことは、そうじゃないところの方が重要だって。しかもSNS が普及して、さらに盛り付けとか料理のアイディアとかもうすぐパクれるようになってるから、まだね、正直 IT 業界ほど早くはないですよ、うん、IT 業界なんてもう新しいサービスリリースされたらその日のうちにコピーサービスみたいなドドドドドって出てくるじゃないですか、うん、飲食業界まだ1ヶ月と2ヶ月のラグがあるからまだいいですけど、だから同じような業態すぐ出てきますよね。それを差別化してブランディングが大事だったりとかマーケティングが大事だったりとかするんですよね。結局飲食って面白いことに、だから一番最初に作った業態が一番最初にやった会社がうまくいくかっていうとそうじゃないんですよね、うん、そこは結局そこにいくらリソースをかけるかなんで、だから圧倒的な資金力でかっこいいお店作って業態パクったらオリジナルよりよく見えちゃったりする、うん、だから実は飲食店の鉄則って、最初にどんなに素晴らしい業態でもすぐにパクられるのは料理のレシピに著作権ないんで、絶対パクられるんで、法的に全くその保護されないんで、圧倒的に素晴らしい内装から何から絶対ついてこれねえだろうなっていうのを作るとパクリが出てきた方がいいんですよ。僕の友達と一緒にバンカラっていうお店をね、六本木に作って、はい、バンドカラオケなんですけど、うん、コピー業態ブワーってできたんですよ、うん、やっぱり。だけど最初にお店の内装にめちゃくちゃ金かけたんで、うん、もう1億近くかけたんですよね、うん、だから全面壁も天井も全部 LED で、うん、二酸化炭素とかスモークとかもバンバン出るような仕組みとか、うん、DJ ブースとか動く照明とか全部つけてやったから、うんうん、みんな結局パクる人たちって思想がないから、うん、こんなに金かけなくてもパクリ業態できんじゃんみたいな感じで作ると、本家の方が圧倒的にエンターテインメントだから、逆にパクリが増えれば増えるほどオリジナルが集客できるようになるんですよね、うん、っていう理論があって、それは飲食店も多分一緒で、この時代知ってます？この時代70年代から80年代日本の外食が一番急成長した時期なんですよ、はい、で今でも大企業といわれるチェーン店が続々とこの時出てきてるんですね。未だにこの時に出てきたプレイヤーが外食のしてるわけですよ、はい、何が原因だったかというとトスなんですよ。トスっていう新しいツールが出てきたことで、うん、商品の管理、データができるようになった。これによってチェーンのオペレーションっていうのが一気にこう進化したんですよ。このトスの可能性にかけたこういうプレイヤーがこう時代を作ったんですよ。ところがですよ、僕らそれポス革命と言っていて、このポスが出てきて、こういう大手さんが続々出てきたことで、外食の市場規模って7兆円から21兆円くらいだったね。3倍ぐらい伸びたんです。このポス革命から今まで飲食業界ってほとんどそれ以降イノベーション起きてないんですよ。ポスが作った時代、業界が作ったんですよ。つまりこれってね、だから商品の時代がやってきたんです。この50年っていうのは商品の時代って何かっていうと業態なんですよ。飲食店で言うとどんな料理出しますかとか、どんな内装にしますかとかね、業態開発の50年なの。どんどん業態開発が進化していく。業態開発で勝つっていうのはつまり差別化しなきゃいけないじゃないですか。どんどん差別化していくということはニッチになってくるんですよ、うんうんうん、でニッチのは多分一番もう究極のところでまた和牛マフィアみたいな感じですね、うんうんうん、そうすると何が起きるかっていうとですね、もはや料理とかの差別化ではなくて世界観の差別化になってきてる、うん、そうですね、完全にそうです、ですよね。そうすると同じものを模倣しても本家はうまくいくけど模倣が失敗するっていうのはそこに、ね、世界観があるのか、うん、表面だけパクったかっていう違いなんですよ。でこれはつまり実は次の戦いが見えてきている。
て、単にどんな料理出しますか、どんなインテリア出すかではなくて、そのお店をやっている人たちの持っている世界観にお客さんが共鳴するかどうかなんですね、うん、共感なんですよ。関係の時代になってくるんですよ。なるほどなるほど。今までの業態開発の文脈の中だけで差別化をしてニッチなことやってお客さんを呼ぼうっていうところは多分この先生き残れなくて、その人たちと長く関係性を築くかって考えたら、こっちはね商品の時代なんで、うん、1回行ったらもう飽きちゃいますよね、うん、2度行きませんよね、商品なんで消費されるんですよ、うん、でも関係の時代っていうのは共感してくるので消費するわけじゃないから、一元さんだけをグルメサイトでバーッと集めて一瞬バーッと盛り上がってすぐ撤退するみたいなお店作りではもう限界で、やっぱり世界観ちゃんと持ってお客さんと長く関係性続けていきましょうよ、そういうお店作りっていうのは多分これから重要になってくるって。調理学校の人じゃないんで、しかも修行もしたことないし学校も行ったことないんだけど、うん、やってる人の方が多い、うん、なんか外の業界からはすごく難しい業界だと思われてるから、うん、廃業率も高いし経営も苦しいし、うん、レッドオーシャンだって一見思うんだけど、実はブルーオーシャンだと僕思いました。何個かやって戦い方を変えれば、うん、もう完全にそうでした。だから僕ね、新規参入をする人たちの方が有利だし、うん、だって紙の台帳と戦うんだから、うんね、こっちは最新の武器を持って、うん、ケアリタイプバズーカ砲みたいな、うん、最先端の装備で武装しながら行くん で、うん、で理論武装もしてるし、そりゃ強いっすよね。ファイブドアの元役員の半分以上が今飲食やってる、みんな飲食やり始めて、みんな気づいた、そこまで理論化してないとは思いますけど、なんとなく気づいたんで、こういう業界でちょうどポス革命みたいな、コミュニケーション革命なのか分かんないけど、そういうことが起きてんだなっていうことに直感的に気づいてるというか、